コープオリンピアンは相変わらずデーンって立ってますけどね。ここなんかいい感じですよね、コープオリンピアンから。これちょっと撮っておきましょうか。信号待ちしてるところ。天気はね、これから良くなるのかな、なんかそんなこと言ってましたけどね。タクシーいらなかったな。まあいいや。じゃあどっから行こう。こっちから多分ね、竹下通りの方出れるんですよ。あ、そうそう、ここここ。この辺来たこと。あ、ここも空いてるわ。みんな、空いてるとこ多いね、原宿。まあ何もやってないからね、店がね。裏の方もね、結構店あるんですよね、この辺ね。こっちとか。あっちもなんかね、裏通り行ったらあったんだけど、あ、ここもあれや。テナント募集になってるわ。みんななくなってるね。人も少ない。全然歩いてない。なんかちょっと、なんかいい感じやねんけどな。あかんか。都会の人は気にせず歩いていってくれるからいいよな。まあ気にしてんのやろうけど何勝手に撮ってんのって感じやろね。でもね、堂々と撮ってたらね、まあ言われないっすよ言われたことないから。だからね、先に構えて、あの写真撮りますよってしてると別に言われないの。で、後から追っかけてくるように撮るから言われちゃうのよ。ここもあかんな。こっちがちょっと今邪魔になるからあかんね。ちょうど今さっき撮ったとこまた撮ったんだけど、どうかな。自転車がちょうどいたから撮ったんですけどね、あのビデオ入ってなかったけど忘れないようにしないとな、今日こそは。オレンジになってるね。気になるとこ入りたいねんけどな。こっち？あ、こっちなんかごちゃごちゃしててな。なんか正面は右側より綺麗な建物になってるね。あ、ここ左側も。知らんな。トランクランド。あれか。荷物預けるとこか。これ右側は、そうそう、ここギャラリー、昔からある、ね。この建物気になんねんけどな、角っこの。ブリング。ブリングね。こっちから見た感じはな、何もないしな。ちょっと奥入ろう。さっきのデザインギャラリーの裏側だよね。なんかな、入ってこないな。いまいちね。なんか火が当たってきた。ここ面白いけどな、原宿だな。ちょうどあの自転車で、自転車でね、信号待ちしてる人がいるんで、右と左とちょうど。車がいなきゃいけないけどな。なかなかね車がいないところで撮りたいんだけど。
車が来るからな、それはしょうがないか、明治通りやし。あ、真ん中に人が来ちゃった。真ん中にね、人がいらなかったね。あ、真ん中いらないな、やめとこ行っちゃった。で、これじゃあ原宿通り入ってどっか右曲がりましょうか。どこ入る、右、ここはなんか工事してるしな。もう一個先行こう。じゃあここか。ここ？向こう先行く？先行くってどこ曲がんねんって話やな。なんかつまんなさそう。もうあの先行ってまうかな。でここ曲がる？あ、自転車屋さんは前からあったな。ここは。自転車屋さん前からあった気がするわ、右側。ここかわいい三輪車置いてあるけど、おしゃれなんだけどね、この辺。だからちょっと人欲しいな。なんか誰か通ってくれへんかな。ちょっと人欲しいねんけど。あ、誰か通った。あんま変わらんな。あ、ここ右側は何もなかったんや。自分が知ってる時は駐車場やった。そう、向こう側の、もう一本向こう右側の通りから見えてたもんな、こっちの建物が。あ、それで左側の建物がなくなってんや。忙しいな。ここ右左側の建物あったもんな、アパートみたいなのが。あ、なんか書いてんだか消してんだか、消してんのか。取っとけ取っとけ。まあ、みんなやってないからな。あ、こっちも。もう別に前回散々フォーレントは見たから驚かなくなったけど。やっぱこっちの方も多いのね。ちょっともう一歩右側に通りがあるからそっちも行ってみましょう。でもあっち渡りましょう。なんか誰か来てんねやろな。まあでもそこ入りたい、通り過ぎた脇を。別にその誰か来てんのが気にならないんだけど、特に気にはなんないんだけど、そこ入りたい。こっちは神宮前の6丁目。こっち右。あかんねえ。
これ行ったら戻っちゃうもんね。裏の方行ってみようか。普通にこういうアパートが残ってるんだ、左側みたいにね。神宮前六郵便局。あ、ここも変わってるわ。こんなデリになってる。パン屋さんや。あ、正面も変わってる。多分。こんな美容室なかった。いい感じで撮らせてもらった。ここはええな。このちょうど店の前立っちゃうから申し訳ないな。なんかまた怒られそう。まっすぐ行って渋谷がちょっともうちょっと戻った方がいいか。ちょうど今自転車が二手に分かれたとこが取れたな。ちょうどええとこで。この辺なんか雰囲気あるよな。ここね。行こう。あかんか、午後に来なあかんね、こういうとこは。あの人入れる、ちょっと人入れたいって言っても人が来ないもんな。あの日が当たってきて、なんか街は綺麗に見えるようになったけどね。この辺も綺麗けどね、もうちょっと人がいた方がなんか楽しそうな感じが演出できる。これは取らなあかんな。ここええな。もうちょっと粘りたいな、ここは。
お姉ちゃんいい感じや。この辺はつまんないな。そうだよね。あのスナップ撮ってるわけじゃないから何でもかんでも人入れればいいっていう感じだね。ちゃんとまずあの全体で絵を作ってからでないと単なるスナップ写真になっちゃう。これ全部ビル人入ってないよね。ここは、このバイクちょっといいだって。これいまいちやな。ここはいまいちやな。面白いけどな。ここスタバやったのに。あ、シュウエムラ。なんだっけ、シュウエムラって何やったっけ。わからん。中上村が何か忘れた。上がろうこっち。ここら辺気になるな。アパート。人がちょうど来てるところで。撮らせてもらう。5丁目アパートでいいのかな。右ね、まっすぐ行ってもなんかつまんなそうだな。右行こう。定食屋さんだ。とんかつ屋さんだ。とんかつ表参道。とんかつか。結構あれか、ほぼ並んでるけど、もうお昼時やからみんなご飯食べるの並んでるのかな。こんな感じやね。ちょっと戻ろう、下の方に。何並んでんのかな。ここ裏行けそうやから。何並んではんの。なんかアニメのあれか。ここへ。いい感じで人がいっぱい歩いてきてくれてる。おっちゃんはいらんな。ホテル。シャロットホテルって書いてある。あ、ここそうなんや。原宿テラス。左側になんか欲しいな。待って。ちょうどおじさんが通ってくれた。お姉さん泊まってくれてるし、いい人や。
取ってくださいと言わんばかりで止まってるね。この辺の雰囲気あんのよね、だから全体で。ここは全体がいい感じだ。あ、神社が恩田神社。ファッション&アート専門学校。もう右の方降りる？もうちょっとあっち行ってみるか。渋谷はもう次回だね、さすがに。今日もこの辺、神宮前の辺で。あの上の店もなくなってる。あのとこリーバイスショップできてる。あ、フレッシュネスバーガーはある。フレッシュネスバーガーでなくならないよな。うまそうやね。お米どき、健康に良さそうな感じの。イオシコーラ、イオシコーラ。もう店変わってるわ。どんどん変わるね、この辺。開いちゃった。そうそう、左側これホテル。もう随分経つのかな、これできて。昔駐車場だったけど。何ホテルっていうの？トランクホテル。書いてないかな。面白いな。ちょっと人来てるし、後ろから。天気やから外でご飯食べてる。ちょうどいいよな、これこれぐらいだったらな。で、同じとこ撮ってもしゃあないから、向こう側渡る。明治通りの、5丁目、あ、6丁目や。